だから言ったろ、もうちょっと待った方がいいって。けど私人が多いの嫌いじゃないよ。たくさん人がいるとなんかこうワクワクしてこない？だからってわざわざ人が多いところを通って帰ることもねえだろう。ワクワクできたとしても疲れるっつ。ああ、みっけー。ねえねえアリサ、アリサ、アリサ、私ちょっと寄りたいところがあるの。うわ、出た、またそのテンション。お前行きに縁日に寄っただろ。私の精神を振り切って。それなのに帰りも寄るの？さすがに遅くなっちゃうし、もう帰ろうぜ。ううん、結局あの時は人混みに流されちゃってどこの屋台にも寄れなかったんだよ。だから今度は行きたい屋台に寄りたいなって。そうだったんだ。ならどうせ帰り道だしちょっと寄っていこうか。わーい、ありがとうサーヤ、大好き。とくほっとサーヤは霞に甘いんだから。それで霞の寄りたい屋台ってどれなの？あれだよあれ、あの屋台に行ってみたいって思ったの。サメ釣り？なんだそれ、サメを釣るってどういうことだ？アリサもやっぱり気になるでしょ。それじゃあみんなで行ってみよう。あー見て、サメがいっぱいいるよ。流れるプールみたいにぐるぐるしてる。サメって、なるほどな、サメのおもちゃを釣るってことか。私やってみたい。おじさん一回お願いします。決断早っ。サメの口元の輪っかみたいなのにこの釣り竿の針を引っ掛ければいいんだよね。私こういうの得意なんだ。ちょっと待って、サメの口の中に紙みたいなのが入ってるけど、多分あれがくじ引きみたいになってて、あっちに並んでる景品が当たるって感じじゃん。なるほど、じゃあじゃあフィッシング開始。私に釣られたいサメちゃんいるかな。いた、君だー。って、このなかなか引っかからない。かすみ、そのサメよりこっちのサメの方が釣りやすくないか？っていうか、なんでそんなにそのサメにこだわってるんだよ。何か違いがあるわけ？強いて言えば目かな。意味わかんねえ。じゃじゃーん、景品取れたよ。お、よかったじゃん。で、ね、何が当たったんだ？じゃ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 ーん、光る腕輪。効果音の割には全然大したことないな。しかも5本入り。はい、これみんなにもあげるね。お、ありがとう。でもこれどこで何の目的に使うんだ？屋台の景品って用途不明なのが多いよな。多分待ち合わせの時に使うんだよ。ほらこの腕はピカピカ光ってるから遠くからでも見つけやすいし。あ、ということは最初からこれがあれば私たちはぐれなかったかもしれないよ。は？ほら、だからやっぱり最初から屋台に寄るべきだったんだよ。いやいや、お前さすがにそれは後出しすぎるだろ。